私はあの人にカメラを向ける仕事なんだから自分が向けられるのも嫌がっちゃいけないっていうふうには思ってます。はい、ドキュメンタリー監督の大島新です。ドキュメンタリー監督になりたい君へ、お話をしたいと思います。まあ、よっぽどのこう覚悟がないとあまりお勧めできないっていうのが正直なところなんですけれども、いや難しいとかっていうつもりはそんなにないんですね。ただやっぱりなかなかこう食べていくのが簡単ではないので、やっぱり現場のその被写体とか、まあ、あるいは人物に対して、まあ、当然といえば当然なんですけど、その興味をちゃんと持てるかっていうことが大きいと思うんですよね。で、まあ、その興味を持った上でその気持ちを持続できるかっていうことがすごく重要だと思ってまして、短いものでもやっぱり数ヶ月とかかかるものが多いですよね。で、私の場合は本当に、まあ、たまたまですけどその17年かけて作った映画とかもありまして、やはりそこは自分が本当にそういうふうに興味を持てる対象をちゃんと見つけられることができるかっていうことが大きいなと。人から振られてこれやってみないかって言われて、それがたまたま自分にとってあんまり興味がないものっていうこともあります。私も経験があります。だその場合でもどういう角度でこの対象を見つめたら自分にとって面白くなるかっていうか、そこを見つけていくのは大きいかもしれませんね。例えば仕事術として、この人のやってることを捉えたいっていうやり方もあると思うんですよね。そのカメラ暴力っていう部分でいうと、やっぱり人の日常にこうカメラが入っていって、それでこちらの解釈で切り取って世に問うわけですよね。影響力が一番あるのはその映った人なんですよ。やっぱりいろいろ人に言われ見た人からいろいろ言われたり、ああだこうだって言われたりするのは監督よりもそこに映ってる人の方が一番言われてしまうので、いろんなことをその暴力性を上回るこう社会的意義って言ったらちょっと大げさなんですけれども、そこは何なのかっていうことは、まあ、意識してますね。長くやってるとある程度こう自分で構成を考えてその通りに作ることも、まあ、できなくはないんですよね、長くやってると。でもそれはまあほぼ面白みがないので、やっぱり自分の想像を超えたところに面白さがあるなっていうふうに思ってます。そのまあスタッフも一緒に作ってるんですけれども、でもディレクターはどっかで孤独になる瞬間っていうのはあるんです。でそれはまあ仲のいいカメラマンや編集マンや、まあ、あるいはプロデューサーとかもいるんですけれども、やっぱりどっかで番組なり映画なりの責任っていうのはディレクターが取らなければいけないので、まあ、そこのなんかこう孤独に耐える力とかは大事なのかなっていう。で特にそのフィクションと違うのはやっぱ生身の人を扱ってるので、面白かったとか面白くなかったとかじゃ済まされない感覚っていうのがあるんですよね。そういう部分で折れそうになるんですけれども、でもやっぱりなんかこうどっかでその良かったって言ってもらえる声とか、まあ、そこでまたまた次も頑張ろうみたいな感じになんとか保ってるっていう感じです。やっぱりですね、そのハードの進化によってソフトは変わってきてるなっていうのはもうつくづく感じるんですね。で私がまあこの仕事ついてからの、まあ、30年弱なんですけども、まあ、それ以前 のフィルム時代のドキュメンタリーとそれから今のドキュメンタリーって全く違うだろうなっていう気がしています。でフィルム時代のドキュメンタリーっていうのは、まあ、よっぽどの特別な例外を除いては放送なら放送される時間の3倍から5倍ぐらいしか使えなかったっていうんですよね、フィルムが。でつまり1時間の番組であれば3時間あるいはマックスでも5時間しか映像を回せないっていう時代があった。でこういう時代の時に何が起きるかっていうと、やっぱりシナリオを書いていくんですよ。でそれがないと成立していかないっていう時代がありました。だから、まあ、今の言葉で言うとやらせに近いような状況っていうのも昔のフィルム時代の方が
実はあったというふうに聞いています。そういうシナリオありきでやってた。しかし今は、まあ、例えば1時間のテレビ番組作るのに極端な例ですと300時間とかあの映像が回ってることがあるんですね。で要はその映像を回すことがもうほぼ無限にできてしまうっていう状況のドキュメンタリーです。でこれで何が起きるかっていうと、まあ、編集時の負担の大きさとあと編集室でシナリオが作られていくっていう違いはすごく大きいですね。だから私はちょうどその世代でいうと狭間にいると思うんですけども、ビデオで撮ってフィルム時代よりははるかに回せるようになったから構成力が弱いっていうふうにもあの言われたこともあります。それを先人たちと比べてね。で自分たちが撮るってこれを撮るんだっていうものをしっかりしたものがなくてただ無目的に回してるっていうか、だからやっぱりでも本当にこう進化、ハードの進化によってあのどん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 変わってくるので、やっぱり対応していかなきゃいけないなっていうのはありますし、あのかつてのやり方のいいところもこうなんていうかな、学びながら今のこう時代に合わせていく表現をしていくっていうのはこれも本当に難しいなっていうふうに思いますね。諦めないとかね、それは大きいかもしれないですね。諦めずにやり続けるっていうのは大事かな。あとやっぱりこう自分の中で何を伝えたいのかとか何を表現したいのかっていうのはあのしっかり持ってないと、そのいろんなこう、まあ、そのトラブルとかも含めてなんですけど乗り越えていけないと思うんですよね。順風満帆に終わる現場っていうのはほとんどないですから、やっぱりそのこの原点に帰るというか、これで何を伝えたいのかっていうことは常に持ってないと、ゴールまでこう持たないという気がします。はい。